今日の企画は果物マシマシ爆盛りフルーツサンド作っていきます。よいしょ。こちら果物が先日の動画で果物に輪ゴムを何本かけたら果物が割れるかっていう耐久値テストをした果物たちです。今回こちらの果物を使ってフルーツサンドを作っていきます。では作ると、こちらのパンを使用していきます。もう爆盛りでやろうと思ってるんで、もうこのパンパツパツまで果物入れようと思ってます。このパイナップルのこういうところも外していきます。こんな感じでパイナップルできました。芯があります。芯はね、そう、芯あるんやけど、このハニーグローパイナップルは芯も食べれるんです。普通のパイナップルを使って芯がね、少し柔らかいので、その辺も踏まえてちょっと一回食べてみると思います。かき切ります。こんな感じで果肉がゴロゴロ入る感じで切っていきます。オレンジ、次リンゴ、スイカはこうやってボールみたいな形にしていきます。メロンやっていきます。こんな感じで肉果肉を取っていきます。はい、というわけで今からクリームを作っていくんですけれども、今回使うのがこのホイップクリーム、それに入れる砂糖、そしてフルーツサンドにはクリームチーズが合うっていうふうに聞いたので、今回このマスカルポーネ用意してます。あとは少しレモンを味調整のために入れていこうと思います。で早速混ぜていきます。砂糖 200ml に対して 15g 入れていきます。できました。次ここからマスカルポーネ入れていきます。で次マスカルポーネ入れていくんですけれども、ネットとかではその生クリームに対して1対1がいいとか書いてたんですけれども、これ 200g 入ってるんですけど、まあ、とりあえず味見しながら入れていこうと思います。まずまあ4分の1の 50g だけ入れていこうと思います。生クリームは 200ml 入ってます。この感じで入れていきます。ホイマスカルポーネ、大体まあ、70g ぐらいですかね。70ぐらい。レモンを少しだけ入れます。私一杯よりちょっと少ないぐらい入れていきます。これぐらい入れます。でちょっと僕も味見してみます。はい、めっちゃいい酸味と何の国の甘みの分かるんですか、最高。じゃあこれ一回パンに挟んでいこうと思います。でじゃあ早速作っていきます。切った果物はこんな感じです。これがスイカとメロンですね。これがさっき作った生クリームです。でお互いがこう作ってどっちの方が美味しいサンドイッチ作れるかをちょっとやってみようと思います。よし、それじゃあやってみます。オリジナリティを爆発させていこう。よし、次やっていきます。はい、というわけで、今回1、2、3、4つ作りました。それぞれ断面を見ていきましょうか。こちら綺麗に元からなってるんで触りますね、このままこんな感じです。これは、ウリウリスペシャルって言ってメロンとスイカですね、入ってます。次がこれオレンジスペシャル、シンプルにオレンジとクリームチーズの組み合わせです。これがモリモリスペシャル、これいろんな果物が入ってます。でこれがパインスペシャル、それで、まあ、一応どれが一番美味しいかっていうのをこの3人で取ってナンバーワンを決めたいと思います。で早速食べてみましょう。はい、そんなら食べてもらって、はい、いただきます。はい、まだ感想最後に、はい、言ってください。はい、OK、 こんな感じでいろんな季節の果物入ってます。
何が入ってるんですか？これはリンゴ、カキ、パイナップル入ってます。いただきます。うん、次、ウリウリスペシャル、メロンとスイカです。はい、というわけで、今4種類食べました。ウリウリスペシャルとオレンジスペシャルとミックススペシャルとパインスペシャル食べました。どれが一番美味しかったですか？パイナップル。パイナップル、パイナップルが一番でした。ありがとうございます。これもパインかな。パイナップルが一番美味しかったですね。まああの、まあ、芯っていうならやっぱりそのちょっと芯あったんで、ハニーブローパイナップルの芯も食べれるんですけど、まあ、ない方がよりなんかこう食べやすかったかなと思いました。クリーム、生クリームだけがいいです。果物を生かすんだったら生クリームにするか、もしくはもうちょっと量を減らしたらいいっていうことですね。というわけで以上、フルーツサンド激盛りマシマシ果物編でした。ご視聴ありがとうございました。